京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ秋のマイル日本一決定戦マイルチャンピオンシップの発走です。さあ最後は大外枠のエルトンバローズ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。バルサムノート、これは好スタート。コムストックロード、この馬も好スタートを切りました。3番バルサムノート行きました。先手を取ったのはバルサムノート、外にはエルトンバローズ、コムストックロード、そのうちに続いています。外を通ってウィンマーベル、これに続いてフィアスプライド、すぐ隣にレイベリング、内からはマテンロスカイ。さあ京都競馬場3コーナーの坂を上り、さあ先頭は依然として3番バルサムノート。バルサムノートリードを広げていく。2番手はエルトンバローズ、ウィンマーベル、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。バルサムノートこのままいけるでしょうか。エルトンバローズ続いています。ウィンマーベル、その後ろフィアスプライド続いています。マテンロスカイ、その後ろ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ブレイディベーグ先頭を奪った。しかしその差はわずか。粘り込めるか。ジュンブロッサム手応えは悪くない。残り 200m、 しかし後続も追ってきた。ジュンブロッサム離されていく。ブレイディベーグ先頭だ。ブレイディベーグゴールイン。2着にはどうやらジュンブロッサム、3番手にはソウルラッシュ、勝ったのはブレイディベーグ、このレースを制したのはブレイディベーグ。スタートしました。好スタートを決めたのはマテンロスカイ、ソウルラッシュ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてマテンロスカイ行きました。先手を取ったのはバルサムノート、外を通ってソウルラッシュ、エルトンバローズ、それに続いていますフィアスプライド、そのうちに続いています。その外にレイベリング、その外からクイーンマーベル。さあ京都競馬場3コーナーの坂を上り、さあ先頭は依然として3番バルサムノート、マテンロスカイ、ほとんど差がありません。ソウルラッシュ3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はバルサムノート、マテンロスカイ、その後ろエルトンバローズ続いています。その隣からはレイベリング、間が空いてグレイディベーグ、フィアスプライド、その後ろ。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭を行きますバルサムノート、リードは2馬身から3馬身。ソウルラッシュ足色は十分、前に迫れるか。バルサムノート先頭です。あと 200m、 先頭を入れ替わって、ダリッ、後方から一気にマミュール、ダリッ強い、ダリッ1着、ダリッ完勝。続いてマミュール、ブレイディベーグ3着です。ダリッ見事このレースを制しました。スタートしました。好スタートを決めたのはオーバンブルマイ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてオーバンブルマイ行きました。先手を取ったのはバルサムノート、その外からマテンロスカイ、その外にエルトンバローズ、レイベリング、そのうちに続いています。内を通ってフィアスプライド、外を通ってウィンマーベル、内からはブレイディベーグ。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。前はバルサムノート、2番手はマテンロスカイ、エルトンバローズ、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はバルサムノート、マテンロスカイ続いています。離れてグレイディベーグ、4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭を行きますバルサムノート、その差はもうない。エルトンバローズ盛り返す。エルトンバローズ先頭に立った。2馬身から3馬身のリード、200を切った。ダリッ、後方から一気の足、一気にダリッ、ダリッかわす。ダリッ1着。2番手は接戦です。勝ったのはダリッ、このレースを制したのはダリッ。スタートしました。オーバンブルマイ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。6番オーバンブルマイ行きました。バルサムノート先手を取りました。これに続くのがエルトンバローズ、レイベリング、そのうちに続いています。この位置にフィアスプライド、外にはウィンマーベル、その後ろに日本ピロキーズ、内からブレイディベーグ。さあ坂の上りから下りにかかって、さあ先頭は依然として3番バルサムノート、外を通ってウィンマーベル、さらに外からエルトンバローズ、後続も追い上げていきます。さあ先頭はバルサムノート、ウィンマーベル続いています。その隣からはエルトンバローズ、
離れてマテンロス海、内からはブレイディベーグ、ソウルラッシュ、その後ろなんでビアスプライド、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭にバルサムノート、その差はもうない。エルトンバローズ盛り返す。先頭に立つのはバルサムノート、外から勢いよくソウルラッシュ先頭、あと 200m エルトンバローズ前とは離された。先頭はソウルラッシュ、ソウルラッシュ1着、ナミュール2着です。3番手には張り立ったのはソウルラッシュ、このレースを制したのはソウルラッシュ。スタートしました、オーバンブルマイ、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてオーバンブルマイ行きました。バルサムノート先手を取りました。その後ろからはウィンマーベル、すぐ後ろにレイベリング、外を通ってエルトンバローズ、マテンロス海、それに続いています。並んで8番ビアスプライド、外にはソウルラッシュ。京都競馬場3コーナー坂を上り、そして下っていきます。さあ先頭は依然として3番バルサムノート、外を通ってエルトンバローズ、ウィンマーベル3番手、後続も追い上げていきます。バルサムノート、このまま行けるでしょうか。エルトンバローズ続いています、ウィンマーベル続いています、間が空いて日本ピロティーズチャレンジ続いています、ソウルラッシュ続いています。さあいよいよ直線の攻防、先頭を行きます。バルサムノート、外から追い上げてくるエルトンバローズ、エルトンバローズ先頭、残り 200m を通過して、先頭変わってジュンブロッサム、ダリル離されていく、ジュンブロッサムゴールイン。2着はダリル、勝ったのはジュンブロッサム、このレースを制したのはジュンブロッサム。スタートしました、各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。花を切ったのはバルサムノート、先手を取ったのはバルサムノート、外にはエルトンバローズ、ここにウィンマーベル、マテンロス海、そのうちに続いています。その外からレイベリング、その隣にビアスプライド、その後ろに日本ピロティーズ、勝負どころ 3,4 コーナー中間。さあ先頭は依然として3番バルサムノート、外を通ってエルトンバローズ、真ん中をついてはウィンマーベル、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はバルサムノート、その外からはエルトンバローズ、ウィンマーベル続いています、間が空いてレイベリング、その隣からはビアスプライド、なんでマテンロス海、その隣からはジュンブロッサム。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭にバルサムノート、しかし後続はすぐ後ろ、しのぎきれるか。バルサムノート先頭、セリフォスまだ足は残っているか。残り 200m を通過して、セリフォス前に出る、ブレイディベーグ離されていく。先頭はセリフォス1着でゴールイン、2着にはどうやらブレイディベーグ、ジュンブロッサム3着です。勝ったのはセリフォス、このレースを制したのはセリフォス。